このシリーズでは、私が昔から考えていること、持論的なことを皆さんにお伝えしたいと思います。もちろん、何の根拠もありません。これってこういうことなんじゃないか。ただただ、そう思ってしまったんです。記念すべき第1回は、幽霊についてです。皆さんは幽霊の存在を信じますか？信じない人、その根拠は何ですか？私は信じています。何を根拠に？と思われることでしょう。きっかけは、中学生の夏休み、母方のお墓参りに行った時に遡ります。私は、中学生の夏休みに、一人で母親の実家である親戚の家に1週間ほど遊びに来ていました。親戚の家はとても田舎にあり、夏でも割と涼しめでした。勉強したり川で遊んだりと毎日を楽しく過ごしていました。お盆をまたいでいたため、親戚のお手伝いも兼ねてお墓参りとお墓の掃除に一人で行った時のことです。誰のお墓かもわからない墓石といっても形の整ったものではなく、昔ながらの墓石といえばいいんでしょうか。その墓石に人の顔のようなものが見えたんです。当時は幽霊なんて信じるわけもなく、石の陰影が人の顔のように見えたんだろうくらいに思っていました。お盆になり、家族が親戚の家へやってきました。何気なく人の顔のようなものが見えたことを母親に伝えました。どんな感じのものが見えたのかを伝えていくうち、母親が言ったんです。それ、おじいちゃん。おじいちゃんの写真があるわけでもなく確かめることはできませんでしたが、母が言うには、私が伝えた感じが、すべておじいちゃんに当てはまるのだと。この時は、そんなに気にもしませんでした。それから数年が経ち、車を運転するようになってから、母親を助手席に乗せ出かけることが増えました。というのも、母は免許を持っておらず、出かけるときは、バスなどの公共交通機関を利用していたのです。私の家も、親戚の家に負けないくらい田舎だったので、自家用車がないと、買い物に行くのにバスを使わなくてはいけませんでした。そんな事情もあり、母を乗せて出かけることが多くなったのですが、確かこれもお墓参りに行った帰りだったと思います。母の実家に行った帰り、峠越えのトンネルを走っていると、人が歩いているんです。峠越えのトンネルを人が通っているなんて珍しいことなので、助手席に乗っていた母親に、あの人どうしたんだろうね、という感じのことを言いました。すると母親はボカーンとした感じで、どこに人がいるの？って言ったんです。走っているので、その場はどんどん通り過ぎますが、さっき右側歩いてたでしょ？見えなかった？と聞くと、何言ってるの？気味悪い。という返事。見間違い？いや、見間違いじゃない。確かにいた。少し怖かったので確認することなく、黙々と家に帰りました。それからというもの、たまに他の人には見えていない人が見える時がありました。そのほとんどは、なぜこんなところに？というものでしたが、大勢の人の中に溶け込んでいることもありました。なぜそれが分かったのか、それは何かしら違和感を覚えたからです。なぜこんなところに？という場合は、誰でも違和感を覚えると思いますが、大勢の中に溶け込んでいても、何か違和感を覚えたのです。そして、一緒にいる人に見えているものと、自分が見えているものを比べてみたのです。すると、自分には見えているのに、一緒にいる人には見えていないということが分かったのです。ここでまた質問です。皆さんは、自分に見えているものと一緒にいる人に見えているものが同じだと思いますか？それを確認したことがありますか？確認もしないで同じものが見えていると思い込んでいませんか？それはどうでしょう？私と同じように見えているものが違う人もいるのではありませんか？つまり、
見えているものが同じか違うかをいちいち確認しないから気づかないだけで、見えているものを常時比べることができれば、幽霊を信じていない人の中にも、他の人には見えないものが見えているかもしれないと。確かめる術もなく、全く根拠のない話ですが、私はこんな風に思っています。幽霊はいる。見えていても気づかないだけ。と。いかがですか？あなたはどう思いましたか？今回はこれで終わりです。最後まで話を聞いていただきありがとうございました。次回もお楽しみに。